いらっしゃいませ。ありがとうございました。待てよこら。
さがらボコボコにしやるよ。ったく。本当にごめんなさい。Yeah,
悪かったです。すみませんでした。
い、止まれ。おいおい、お前だ、お前。ムカつけ、その顔ぶっ潰してやる。いらっしゃいませ。兄貴、何か分かりましたか？ああ、喜多方は2日後の昼12時から行われる雪祭りのオープニングセレモニーに来賓として出席するらしい。雪祭りか。なるほど。確かに地元の有力者である喜多方の親父ならありえそうですね。
おそらくそれが喜多方に接触する唯一のチャンスや。ここで逃したら次のチャンス待っとる間に俺らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか。それこそ雪祭りの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。まあ警備も行さん多いよな。それじゃどうやって来賓に変装して近づくとか。このガタイ目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか。その前に警察に捕まるんが関の山へ。それじゃあしゃあない。誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき。つまりセレモニーの真っ最中へ。ちょっと何考えてるんですか。雪祭りは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどの道捕まって刑務所送りへ。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も喜多方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えばま、特に作戦はないけど。ああ、事務所に二人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど。まあ親父も年ですし、老人一人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その喜多方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は三代目ですが、組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言うやつなんていませんよ。あ、以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか、ほんま俺好みの男みたいやな、その喜多方チューンは。だからちょっと信じられないんですよね。その真島さんって人を喜多方の親しか殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にあり得る。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が喜多方組に対して東条会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐわかることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ。